にちは。わざわざ来ていただいてありがとうございます。実は今日は折り入って依頼がありまして、ご協力いただけないでしょうか。よかったです。あなたならそう言っていただけると思っていました。それでは早速ですが、こちらをどうぞ。はい、この本の配達をお願いしたいんです。それぞれの依頼主のところへ順番に届けていただけると助かります。ただ途中でこれがどんな本なのか人に聞いたり中を見たりはしないでくださいね。とても貴重なものになる予定の本ですから、とびきり素敵なお礼をご用意していますので頑張ってください。最初の宛先はこちらです。それではよろしくお願いします。レイちゃん、ひよりちゃん、岸くんが来るのってもうすぐだよね。そうだね。通信魔法でカリンから聞いた感じだとそろそろだと思うよ。えへへへ、私たちがトップバッターだなんて楽しみだな。噂をすればだね。待ってたよ。じゃなくて、今日はどうしたの？あ、これがそうなんだ。配達ありがとう、岸くん。めいちゃん、それじゃあ。ゆいちゃん、私も行くよ。楽しみだね。二人とも盛り上がってるね。それにしても君とこのランドソルで冒険をするようになってかなりの時間が経ったけど、もうすぐ3年になるんだそうだ。すごいことだよね。思えば君といろんなことをしてきたけど、楽しかったことも苦しかったことも、まあ恥ずかしかったことも、すべてがいい思い出だよ。これからも君といろんな思い出を作っていけると嬉しいな。お待たせ、岸くん。はい、お待たせしました。落とさないように気をつけてね。次の配達はここにお願い。ちょっと長いお仕事になると思うけど頑張ってね。このお仕事が終わる頃にまた会おうね。それじゃあ、岸くん、いってらっしゃい。